どうも、ルイです。今回はですね、ビックリマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。今回何をやっていくかというと、ゴールデンウィークキャンペーンのですね、期間限定クエストというのがやってまして、スターミッション達成で、シールを獲得と、その装備をできる方のシールですね、こちらの方の期限が5月の14日の13時59分までやってるということで、もう早速ね、メインクエストのこちらでやってますので、これをね、もうサクッとクリアしていこうかなという感じになってますね。で、ちょっとやっていきましょうか。で、推薦戦力の方が1万5000ということで、イベントなんでね、みんなが結構クリアできる感じではな、あると思いますと。で、戦力の方が、自分の方が今、7万1000ぐらいまで来ているので、行きましょうか。もうサクッとね、クリアしていきましょう。あんまり喋ってるとね、これ全部クリアしないといけないんで、ちょっと時間がかなりかかるんじゃないかなと。ちょっとまだもしかしたら始めたばかりの方は、あれですかね、ちょっと手こずるポイントがあるのかな。推薦戦力はとりあえず1万5000なんで、もう秒で溶かしていくと。秒で溶かしておりますと。ちょっとね、で、ミッションっていうのがこんな形でバトルをクリアとか、で、バトル中に、2体以下でクリアするとか、あと、バトル中に1体も倒れずにクリアするとか、いろいろあるんですが、これはね、ちょっと、クリアしながら、クリアしてもらうという形で、次も、推薦戦力は1万5000なので、簡単ですね。自分的には簡単と。そのボスがどんな感じかですよね、これ。今オートで回してるんで、サクッとやってると。一応ね、自分の編成の方は、スーパージュラね、ガチャで当てたわけじゃないんですけど、交換でね、ちょっとゲットしたということで、今、推薦戦力何歩だったか、ちょっと見てないな。やめましょうか。1万5000ですね。変わらずと。じゃ問題ないですね。だから初心者の方でも結構やりやすいイベントに今のところなってますかね、難易度的には。そんなに難しくないんじゃないかなと。で、メインクエストの方をね、進めてる方は、自分みたいにもう秒で終わらしていくという感じになってますかね。このね、報酬がかなり美味しいので、ここから、ちょっと上がってきましたよ、これ。2万4000になってますね。ちょっと上がってきてるぞ、これ。大丈夫か？まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。ちょっと油断したか。これ、急に上がってきましたね、これ。これね、推薦戦力というか、敵が強くなってきたら、ちょっと編成とかも、ちょっと考えていかないといけないと、いうことになってるので、ちょっと、あとね、そのミッションで、言ったら、星をね、つけていけないと、いうことなんで、その取りこぼしがあると、もう何回もやらないといけないんでね。これ一発でちょっと全部つけていきたいなっていう感じなんですよね。
まあ、5月のね、14日までやってますんで、まあ、危険的にはまあ全然余裕があるんで、まあ、そんなに、まあ、急ぐ必要もないんですが、まあ、やれるときにちょっともうクリアね、していこうかなという感じですよね。はい、こんな感じでね、星もつけていくと。で、まあ、これ、星をつけていくと、まあ、こちら宝箱はね、その星の数によって、合計の数によってこのようにゲットできるので、これはもう、推薦戦力2万4000と、ここは。まあ、必ずクリアしたいよね、と。ここで、ようやく半分ぐらいですか。一応ね、その、戦闘スピードの方は、まあ、倍速までできるんですけど、まあ、3倍とかあってもいいかもね、みたいな気はしますけど、ただ3倍でやってる場合は、まあ、完全にオートに任せるみたいな感じになりますかね。ちょっと全然間に合わないんでね、奥義の。自分でやろうとしても。まあ、なので、まあ、2倍ぐらいがちょうどいいのかなと。で、またね、ちょっと不具合とかで奥義が反応悪かったりとかもしたりと、した時とかもあったんでね。そういうの考えると、不具合のことも考えると、ちょっと、2倍ぐらいに抑えてた方が、3倍、4倍って出すと、また不具合出るんじゃないかな、みたいな、こともね、あるかもしれないですね。とりあえず、まあ、6も、2万4000ですかね。この辺は、まだ全然、もう何も編成、何も考えずとも、クリアできると。ちょっと戦力がね、まだそこまで伸びてないよっていう方は、ちょっと相手のね、その属性っていうのがあるので、まあ、相手が赤属性の場合は、そのこちらはメイン青属性で組むとか、ちょっと工夫してクリアを目指した方がいいかもしれないですね。で、まあ、あと、今、オートで回してるんですけど、まあ、オートを外して、まあ、自分でやっていくっていうのも、まあ、手ではありますよね。まあ、その、クリアできない方はっていう話なんですが、まあ、全然ね、その戦力に差があるよっていう感じの方は、まあ、自分みたいに、まあ、フルオートで、回していくと。まあ、しっかりと報酬もゲットしつつ、さあ次、7ですね。ゴールデンウィークの7。推薦戦力見てなかったな。2万4000でしたかね。で、まあ今、その冒険の始まりのガチャでしたっけ？あれが来てるじゃないですか。まああれ一応自分、その200回ガチャ回して、まあ交換で、まあ、スーパージュラゲットしたんですけど、まあもう200回目指せるかっていうと、もうほとんどね、ストーリーとかメインとかもクリアしちゃってるんで、なかなかね、もう200回目指せない感じなんですよね。まあ、なので、ちょっと新キャラね、これからまた新キャラ出てくると思うんで、ちょっとその新キャラのガチャ来たら回したいなとは思ってるんですけど、まあ、個人的にはですよ。個人的には、その、200回ぐらいまでは、その、
回してもいいんじゃないかなと。結構そのダイヤとかもね配られるので、結構ガチャ回せるんですよ。さあ次が8ですか。あ、8、3万3000になってるな。お、7。あ、7も3万3000でしたね。推薦戦力。もう気づかない。3万3000ぐらいだともう全く気づかないです。もう一緒ですね。自分的には。まあ、なので、そのガチャに、石を貯めようかどうか迷ってる方は、まあ自分のおすすめは、とりあえず、200回まで回して、好きなキャラ、1体ね、その交換できるんで、それで交換していったらいいんじゃないかなと思いますけどね、そのガチャ回せないと、さすがにね、その、メインクエスト進めていくのも、多分詰まると思うんで、途中で。これをね、ガチャ一回も回さずにメインクエストすべてクリアして、アナザーもクリアできますよとか、いうのはなかなか難しいんじゃないかなと、思いますけどね。まあだから何度かはまあガチャ回さないといけないと、いう感じになるので、まあ、どうせガチャ回すなら、まあ、200回目指したいよねと、200回回して好きなキャラ、一体ちょっとゲットして終わりたいよね、という感じですよね。で、9まで来たんですが、まあ、推薦戦力は3万3000。今のところやはり、ちょっと難易度的には優しいかな、という感じで。本当にちょっと時間がね、できた時に、まあ、このイベント遊べる感じで。まあ、自分の方はね、ちょっと動画を撮りながらやってるんですけど、動画撮ってるとね、その記録も残せて、また後で見直しとかできますんで、まあ、一石二鳥かな、という感じですよね。まあ、多分これ一度クリアしちゃうともう挑戦、あ、そうか、できるか。星付けができるから、できないことはないか。まあ、今のところ全部ね、スターはゲットしていってるという形ですかね。ただ、相手がね、今赤属性なので、緑属性のサブパーティーの方はちょっと、厳しい感じですかね。ちょっと今。ちょ。やばい。危ない。危ない。もうちょっとで落とされるとこだったわ。これ、一体でもやられると、ミッションがね、その星がつかないんで、これもう一回やらないといけなくなるんで、それはやめて。で、結構宝箱も溜まってきたので、ちょっとゲットして報酬を。さあ、そしてラスト、10。3万6000ですね。で、青属性です。さあ、行きましょう。青属性か。ちょっと気をつけないといけないという感じですかね。まあでも3万6000なんで、そんなに大丈夫でしょうとは思ってるんですが、一応ちょっと警戒しておきますか。さあ、ゼウスの奥義が、まあまあ、戦力差があるんでね、かなり、もう半分削れましたね。そんな警戒するまでもないか。で、相手の奥義を打ってくるが、赤属性大丈夫か？さあ、どうだ？あ、大丈夫ですね。特に難なく、ニンニク万太郎が奥義打ちましたが、もう全くそんなの関係ないよ、と。いう感じでクリアと。いう感じですね。はい。一発で全部星をつけて、オールクリアと。いう感じで、最後ね、こちら、星もらいましょうか。
はい、これね、あのスーパーゼウスのシールがねもらえますんで、まあ、ぜひね皆さんもこのゴールデン期間中にイベントをね遊んで、まあスーパーゼウスねゲットしてみてはいかがでしょうかということで、まあ本日はこの辺りにしておきましょうか。よかったらね皆さん高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。